ドラは言いそうです。ただ終盤です。やっぱマンズ一メンツ失敗してると大きかったんだろうね、土田プロね、はい、うん、だからもうこういう戦いになると、うん、後手踏んだり、うん、メンツのタッチ選択の失敗は痛いですよね、うん、みんな目いっぱい押してきますもん ね、 あの引いてくれればそういう一打の後手が解消されることなんですけど、はい、みんながちゃんとまっすぐ来るとですね、はい、やっぱ一手遅れになっちゃうんだな。うん、まあ、めくってみないとだから次のつも小さじゃないですか、土田さんもしかしまたまたあとこの小島プロがこれもう一上がりしてくると親で、ちょっと三つどもの戦いになるので、じゃあ森山プロにしても荒プロにしてもまずこの小島プロの親を終わらせてオーラス勝負ですね、逆にここは勢いをつけて上がりに結びつけたいのが小島武雄。おっと勘違いそうだ、これ何切っちゃうんじゃないですか。何切るよね、ぐらいそうなんで3層引きいいもんね、得点的にはね、あでも3層切れてるんだ、あ1枚切れてる、はい、でもやっぱり ね、 まださすがに ね、 ね、点差がですね9000点ぐらいですので、うん、森山ドラドラになった、うん、土田いいシャンテン、重なっています。そして小島、小島プロもこれピンズ、あピンズ伸ばす感じですね、これいいピン取っておくってことはまた一通系ですかね。あそれも当然視野に入ってるでしょうね、とにかく、まあ、しょうがないときはもう1500で上がるんでしょうけど、基本的にもう1500の連チャンは意味ないと思ってるはずですから、これは3色もあるよ、多分嘘かなんかに見えたんだけど違うかな、あローソーですよ、3色あるんですけどね。さあリャウンワンテンパイどうするか、あこれリーチだ、今リーチかどうかの判断でリーチしました。あなるほどね、捨て牌がね、6巡目のリーチアラです。町はニャンウマン、森山浮いています。小島先生のこの数ワンが数ピンだったらリーチ打たないかもしれないけど、あなるほどね、うん、あ天敗かな、いや天敗じゃないんです、あのこのリーチに対して、あそうだそうだ、このリーチに対しての打牌がないんですよ、はい、いやチートイシャンテンだからチートイツにしますよね。じゃローピンをいった、すごいですねこのローピンもね、まあ、確かに打つ牌はないんですけど、そうです、ね、打つ牌はないんで、お3ワンか、あらプロもこれ裏ドラ1倍乗せればトップを逆転、あ、うん、じゃあトップに近づく、積もって裏ドラ乗せたらトップ逆転ですけどね、うん、小島プロも引かないんじゃないですかね、これは。ペイカさん、これ寄せちゃうかもしれませんよ、ローワンローワンチーワンって落としですね、はい、この白は小島プロ統一、ションパイです。ただ原さんの捨て牌層からね9番初、このペーポンだ、あ2枚目ポンしない、んちょっと、あ上茶からかしなかな、あしません、あしませんでしたね、あっ半分にした、とこれはどっち打つんだろう、これはウッパワンも良さそうだけど、いやいやいやもう全然本日マシグラいきますよ ね、 ヤンピン入れたら即レジじゃないですか、あ、テンパった、どっちでパーソー、パーソーでいくですよね、1だ、あ当たり前か、6万今6万2枚、何引いたんだ、何でしょう、見えない、うん、パーピンです、えじゃあテンパイじゃないですか、あ管理ヤンピンテンパイだ、名本テンパイだ、森山さん2枚使われてるだけで、うん、あと全部山に残ってますね、パーソーはどうですか、パーソー、パーソーパーソーは全部、いやいや、あの1枚使われてる、じゃあパーソーも山に2枚、リャンピンも2枚、でもリャンワンの多いよね、そしたらリャンワンは1、2、3、あそんな多くないのか、あと3枚、3枚か、3枚対2枚対2枚の対決、そうですね、あ小島プロ何を持ってきたんですか、ピンズでしょ、一気通貫だ、もう
これ3ピュってリーチでしょ、うん、うわであの手がこんな1万8000になるの。いや場合によっては親バイメモでありますよこれ。そうですね、親バイもうすごいねこれね。さすがですね、僕はドランクだけどもうドランクとかじゃないからねこれしのがなきゃいけないので僕なんかだとあれ小島先生の手でももうダマインパチなんだから、うん、例えばチーピン引いてのリアムパワーピン手代わりとか余っちゃいますけどね。いや小島プロにとってこれ最終形ですからそんなチーピンとかいらないいらないこれきついですね。もう森山プロきついですよね。何を切るか。あパーマンです。パーマンは大丈夫か、はいさあいるか。誰が勝つんだこれ。2対2対3、はい、どうなんだ。あーそうだった。なんと上がったのはチートイです。あーうら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 ドラマチックですね。いやなんというドラマチックな展開。ここで見せ場を作ったのは土田康生です。得意のチートイ2炸裂、ね、土田さんね一発目ローピン打ったのがやっぱりすごいよ ね。そうですね。パソドンははるかに通りやすそうなんだね。そうだね、うん、